開発の初期段階における、砂田、ニュータウンさらなる開発砂田、ニュータウンは、香港のニュータウンの一つである。砂田、大がこい、カ大水港、馬倉山などの地域が入る砂田区内にあり、縄文河に近い。開発は1970年代に始まり、現在は、全開発地域の約 20km を含む 35.87km を占めている。 今日では63万人以上の人口を抱えており、完全に開発が終了した際の収容能力は73万5千人にも上る。街の中心にはショッピングモールのスナデン、ニュータウンプラザがある。最近の公式な報告書では、スナデン、ニュータウンと馬倉山ニュータウンは異なる。スナデンと急流の間の道路交通は、四死山トンネル、大楼山トンネル、 城門トンネル、大穂道に頼っている。トロコウ航路は、1985年9月に、開通して、砂当時と大穂道を結び、ニュータウンと大穂の間を接続する。大老山航路もトロコウ航路と同様に、馬倉山との間を接続している。1988年10月の聖砂路の開通は、砂伝と最高の間の交通を供給した。 生作航路と8号線は2008年3月に調査湾から砂でまでの区間が完成した。ニュータウンには市中心部や町の様々な住宅街からの鉄道駅までを接続するバス路線が非常に多く存在する。バス路線やミニバス路線は住民の少ない地域への交通手段を提供している。KCR はニュータウンの開発に欠くことのできないものだった。 ニュータウン内には、大が小い駅、砂田駅、カタン駅、馬場駅、大学駅の5つの東鉄線の駅が存在する。トンバ線の一部区間も地区内を走っており、大が小い駅と馬倉山のカラス警サ駅を結んでいる。この路線は、長さ 11.4km で、9つの駅とメンテナンスセンターを1つ持つ。乗客の多くは、大が小い駅で東鉄線に乗り換える。 シビルエンジニアリングデベロップメントデパートメントシャチニュータウンアクセストオン2013年4月21日ありがとうございます